長男カは中華民国の政治家、王朝明政権の要人。1919年に日本へ留学し、神戸高等商業学校の第17回生として入学した。1923年に卒業し、東京商科大学に進学している。帰国後の状況は不明だが、1937年12月に中華民国臨時政府が成立した頃に、 同政府行政委員会委員長、大勝都市の秘書となった。1940年3月、臨時政府が王朝明政権に合流し、河北政務委員会に改組された後も、長中根は引き続き大勝都市の副審を務め、5月には、河北政務委員会秘書長事務所所長大臣に就任した。また同年中には、長は王に随従して訪日し、 母校の神戸商業大学を訪問している。1941年4月、北京河北電業理事に任命された。1943年2月、長中根は、河北政務委員会政務長長長、県秘書長秘書長に就任した。同年11月、河北政務委員会委員兼財務長長長、代理県総務長次長代理に就任した。1四十五年二月、 財務長長長代理と総務長次長代理を退き、河北政務委員会委員のみを務めている。長は日本語が堪能であり、日本人との交流を頻繁に進めたとされる。中華人民共和国成立後の1951年5月、北京市人民政府は、反革命罪などで長な根に、死刑判決を言い渡し、直ちに執行した。去年51、ありがとうございます。